甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの23回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね、まあ、よく投打が噛み合ってますね。そうですよね。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発のハフ。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは新庄。昨日のゲームは驚くような活躍を見せました。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思う。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば先制、入りました、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、これで6試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。このゲームホームランで幕を開けました。バッターは亀山。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、タイガース見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。引っ張った、打球はライトへ、この打球はフライになっています。ライトが取りました、ワンアウトです。バッターは注目のルーキーバース。昨日のゲームでなんとホームラン3本を含む6安打の大活躍でした。ワンアウトになっています。アウトコース、ストレートが決まっています。2球目打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった、打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました、ランナー出塁しました、ワンアウトランナー2塁となりました。バッターボックスの掛布、今シーズンの得点圏打率は6割5分8厘となっています。さすが4番、素晴らしい数字ですね。ここも期待十分ですね。はい、期待しましょう。さあ2球目は何か、このストレートは入りません。ファウルになります。打ちました、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。立ち上がりをきっちりと攻め込んでいます。この石峰、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。打ちました、伸びていく、どうだ、どうだ、レフトオーバー、ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ワンアウト3塁2塁です。さあ初球は何か、初球空振りです。打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。さあそして打席には和田入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げていきたいのでね。初球打ち、
ットになった。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。センター前へのタイムリーヒット。4-0、タイガース4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回から確実にリードを広げていきます。さあ2アウトながら1塁には追加点となるランナー。バッターボックスには梅野、そして塁上には和田。まあここは盗塁でもいいですよ。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功。これでワンヒットで点が入りますね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい。さあ4球目は何か。打ちました。ショートゴロ。ショート取った。一塁送球。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース値千金。先発の岩貞が打席に入ります。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。引っ張った。これはどうか。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー一塁です。先ほどは期待に応える見事な。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。打った。左中間に大きな打球。さあどうだ。満々の中、左中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。2番バッター亀山、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあタイガースリードを広げる。ファウルになります。バッターの亀山、今シーズン得点圏での打率は6割。打った。この当たりはどうか。ライトが追いかけますが頭を越えました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、右中間へのタイムリーヒット。6-1になりました。タイガースリードを5点に広げています。バッターボックスには3番バース。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。打ちました。センターに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてセンター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。7-1、タイガースなおもチャンスです。打順は4番掛布。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。真ん中打ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。引っ張った。この打球は落ちるか。どうだ。ライトが取りました。打席には5番バッター石峰。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも思い切っていってほしいです。初球打ち。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。8-1、タイガースリードを7点に広げています。打った。センターに大きな打球。さあどうだ。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁二塁。さあバッターは和田。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、インコース詰まりました。取ってツーアウトです。バッターの梅野、ここのところ5試合で打率は8割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや打った。大きな打球になった。センター左へのヒット。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガースが突き放します。左中間へのタイムリーヒット。10-1、タイガースなおも。ここは当然という交代でしょうか。スワローズピッチャーを変えます。さあバッターボックスには先発の岩貞が入ります。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。
タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット11対1。タイガースちょっと一方的になっています。打順はトップに帰って新庄、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。早くも先発全員安打です。いや、西さん、打線は絶好調ですね。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。そうですよね。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。山田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で。西さん、序盤から面白いほど打線がつながってますね。まあ今日はね、練習通りに打ててるんじゃないですか。本当に打撃好調のようです。初球打ち、これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。3番バッターバース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて、今日のスワローズの先発は序盤大量失点で交代したハフ。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打ちました。山田、二塁へ、アウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。初球打ち、センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。センターが取りました。2アウトです。打順は5番石峰、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。ここは気持ち打ちました。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ、スタンドには届きません。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。12対1。タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックス八木、まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで。打った、高く上がった。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバー、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリー。バッターボックスは7番和田、今日は盗塁を一つ成功させています。初球は何で来るか。変化球がいいコースに決まります。バッターボックスの和田、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで6厘となっています。いや、すごい数字ですね。打ちました。痛烈な打球、左中間に強い打球、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース15対1。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、打順は8番梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。打ち上げた、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガース4点を追加しています。3回終わって15対1。先発の岩貞がバッターボックスに入ります。いや、さっきはいいところで打って気を良くしますから、もう1本ってこともありますよ。そうですね。打ちました。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。まず何を投げてくるか。引っ張った、これはどうだ。西浦、三塁タッチはアウト。2番バッター亀山、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。一塁はセーフ。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。これはファースト畠山抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。5
西さん、これくらいの大量リードですとリードしている側の選手の心境にも変化があると思うんですが、いかがですか？いや、とにかくね、雑にならないことですね。いい当たり、これは大きい、伸びていく、積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスには4番掛布、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球ですよね。まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。梅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには5番石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、しょ、打った、センターに強い打球、センターバック、センターバックする、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達、これで4打席連続のヒット、ワンアウト三塁二塁です。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックス和田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いや、ナイスホームランでしたね。打ちました、高く上がった、この当たりはどうか、フェンス直撃、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックスは8番梅野、まずは見送ります。ワンボール、あっと逸らしている、サードランナーはボール、サードランナーホームイン。バッターの梅野、今シーズン得点圏での打率は6割4分1厘となっています。クリーンアップ打ってもおかしくない、すごい数字ですね。打った、レフト下がっていく、下がっていく、レフトが追いかけますが頭を越えました、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の五十嵐。さあ、マウンドに上がったのは五十嵐、今シーズン35試合目の登板です。初球ボール、危ない球です。ボール先行です。ファウルになります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。打ちました、いい打球だ、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね。打順は1番に帰ります。バッター新庄、タイガースホームランで得点を挙げています。初球打ち、伸びていく、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。真ん中、左中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。甘いコースですからね、初球から行ってもらいたかったですね。カットボール、ここは見ます。次が3球目、3球目打ちました、西浦が掴んで2アウト。バッターボックスは3番バース、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、ライト下がっていく、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、タイガース。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね。4番バッター掛布、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。さて、この掛布、どういったタイプのバッターでしょうか。どこに投げても大きいのを打たれそうな、投手からすると非常に嫌なバッターですね。ああ、そうですか。外へのボールは入りません。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、
どうか、ライト見送った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。5番バッター石峰、今日はここまで4安打を記録しています。いや、ここまではできすぎですね。すさまじい集中力を見せています。タイガースホームランで得点を挙げています。アウトコース見送ってストライク、変化球が決まりました。ワンボールツーストライク、中への変化球外れました。さあ5球目は何か。これはショート、西浦取って、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。ここまでのハイライトです。1回の裏、この回の先頭バッター新庄、初回先頭打者ホームラン、タイガース一振りで先制。続く攻撃、ワンアウトで二塁にランナーを置いて、迎えるは4番掛布、追い込まれてからのタイムリー、タイガース1点を追加します。さらに続きます。ツーアウト二塁三塁で7番バッター和田、その初球をしっかり弾き返します。タイガース2点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃です。さあマウンドを任されたのは市川、今シーズン23試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。打ちました、取りました、アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあ打ちました、これは大きい、伸びていく、ここはフライになっています。2球目打っていきましたがセンター掴んでツーアウト。8番バッター梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやしょ、打ちました、これはファウルになりそうです。ファウルになります。次が2球目、打ちました、伸びていく、外野ヒットになりそうだ、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。もろにバッターにボールを、今やはり怪我、ここでタイガースダイソーを送ります。近本がファーストランナーに入ります。打順はトップに帰って新庄。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。デッドボールのランナーが出て二塁一塁となっています。バッターボックスの新庄、今シーズンの得点圏打率は6割。打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセカンドランナーホームイン、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。タイガース、フェンス直撃のタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になっています。さあバッターは島本、そのまま打席に入ります。次の回も続投ということなんでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。はい、バッターボックスには代打の真由美、高め打ちました、キャッチャーが構えます、掴んで3アウト。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。
西さん、今日の試合打線はいい流れを掴んでると言えると思うんですが、いかがですか。いや本当ですね、見ての通りです。打線は思う通りに打ってますよ。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。ノーボールツーストライク。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インローボール。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。打った、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。バッターボックスは5番石峰。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。これも初球打ち、山田掴んでアウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは6番八木。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました、浅いフライ。ヒットになった。これが今日4本目のヒット。ツーアウトランナー一塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。キャッチャーが落下点に入ります。最後はファールグラウンドで掴んでスリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。8回の裏タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは近藤。今シーズン70試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。今の球は打っていかないといけませんね。まあ、代わって出たピッチャーはストライクを取りたい気持ちが強いですから、そこを狙わない手はないですね。なるほど、そうですね。バッターはダイソーから起用されている近本。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ワンアウトランナーなし。空振り。ファウルになります。変化球空振り、ツーアウトになっています。次はピッチャーの打順ですが、7回から登板の藤波がそのままバッターボックスに入ります。まあベンチとして初球打ち、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー2塁。打ちました、レフトに大きな打球。レフトバックする、バックする、レフト深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックスバース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席打った、これも行ったか。大きな打球になった、ライトバック、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、なんと3打席連続のホームラン。高めに浮いたストレート、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました、タイガース。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね。バッターボックス掛布。タイガースホームランで得点を挙げています。初球ストライク、いいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。あっという間にツーストライクです。打ち上げました、この打球はフライになっています。ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回タイガース3点を追加しています。タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。
西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね、とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの24回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね。いや、 やはりね、あの気が抜けないというのはね、あのピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうですよね。松永打席に入ります。好調の今シーズン、現在セリーグの首位打者です。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。改めてお聞きします、バッターボックスの松永、バッターとしてはどう。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは真由美。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン石川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは石川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターは注目のルーキーバース。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーは石川、ここまで7勝をマークしています。低めの変化球は決まりません。
インコース決めてきた。ツーボールツーストライクです。真ん中打ちました。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。2回の裏になります。さあタイガース、この回は4番から始まります。バッターは八木。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、タイガース1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。打った、伸びていく、どうだ、入れば同点。レフト見送った、同点のソロホームランです。タイガース、卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。同点に追いつきましたタイガース、1対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。ゲームは同点、行方は分からなくなりました。バッターはオマリー。前回のゲームでは驚くような活躍を見せました。タイガースホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この流れに乗ってね、この回で勝ち越しておきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。初球は何から入ってくるか。初球空振りです。ボールになります。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。インコースを厳しく攻めます。打ちました、痛烈。これはショートライナー。バッターは注目のルーキー亀山。昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。ツーアウトになっています。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これが今シーズン150本目のヒット。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやこれは残念でしたね。西さん、序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開になってますね。いや本当ですね、両チーム、いい攻撃、いい守りしてますね。確かにその通りですね。ファウルになります。高め大きく外れました。3球目は何で来るか。引っ張った、これはどうか、ライン際に打球が飛んでいる。レフト線破りました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。先頭バッター出ました、タイガース。ノーアウトランナー2塁です。さあ打席には先発の桑田入っています。まあ自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ一打勝ち越しという場面を迎えています。インコースインコースと続きます。甘いコースだったんですけどね、もったいないですね。ちょっと甘く入りましたがバットは空を切ります。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ランナー二塁は変わりません。バッターの松永、今シーズン得点圏での打率は6割5分4厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくない、すごい数字ですね。ここもやってくれると思いますよ。あ、そうですか。いい当たり、これは大きいぞ、入れば勝ち越し。入りました、ホームラン。松永今シーズン第96号の勝ち越しツーランホームラン。これで10試合連続のホームラン。タイガース勝ち越し、3対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで勝ち越しホームランを放ちました。いやもう完璧な一打でしたね。序盤から勝ち越しに成功、流れを作っていけるんでしょうか。バッターボックスは2番真由美。タイガースホームランで勝ち越しています。さあまず1球目、引っ張った、レフトの前に落ちました、ヒット。1塁蹴って2塁に向かう、
バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。初球ボール球です。これが3球目、高め決まってストライク。ワンボールツーストライクです。チェンジアップを見極めます。さあ仕留められるか。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。追い込まれてからのストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース5対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや彼らしい見事な一打でしたね。大きなリードをもらいました。バッターは4番八木。先ほどの打席で同点となるソロホームランを放っています。いや貴重な一発でしたよね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね、タイガースホームランで得点を挙げています。インコースを落としました。ツーボールツーストライクです。打ちました、左中間に強い打球。さあどうだ、真ん中を破りました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。甘いコースでしたが見送っています。二球目打ちました、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸び入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース7対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや彼らしい見事な一打でしたね。大きなリードをもらいました。ここは当然という交代でしょうか。さあマウンドを任されたのは市川。今シーズン24試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。おっと空振り、真ん中でした。打った、これもいったか、大きな打球になった、センター下がって入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース8対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターは7番亀山。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。ファウルになります。打った、大きな打球になった、ボールはそのままフェンスに直撃、二塁へ送球。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。バッターボックスは8番木戸。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。引っ張った、サード取った、一塁送球します。アウト、2アウト。さあバッターボックスには先発の桑田入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。打ちました、市川、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。タイガース4回裏の攻撃になります。松永バッターボックスに入ります。先ほどの打席では勝ち越しとなるツーランホームランを放っています。いやいいところで打って打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。
バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。これが1球目、まずはボールから入りました。2球目は何で来るか、外れていきます。ボール先行です。これは手が出ないか、ストライクを取ります。低め空振り、追い込みました。打ちました、取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターは3番バース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。セカンド引っ張った、一塁線落ちました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、9対1、タイガース大量リードとなっています。打席には5番バッター八木、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いいですね、今日は調子が良さそうですね。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ワン、まず変化球を見せてきました。これは見送ってボール。バッターボックスのオマリー、今シーズンの得点圏打率は6割3分2厘となっています。すごい数字ですね。ここも期待十分ですね。はい、期待しましょう。大きく外れてボールです。3ボール2ストライクです。打った、ヒットになった、セカンドランナー3塁を回った、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン、タイガースが突き放します。センター前のタイムリーヒット、11対1、タイガースちょっと一方的になっています。いきなり牽制、セーフ。これが初球、最初は変化球できました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました、詰まりながらも左中間へ、この打球はフライになっています。バレンティンが掴んでツーアウト。打席には7番バッター亀山、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね、ここも打って猛打賞と。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁、バッターボックス日戸、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。初球打ち、打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム6本目のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース14対1。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、次はピッチャーの打順ですが、先発の桑田、バッターボックスです。ピッチャーでも塁に出るんだという気持ちを持って打席に立ってほしいですね。そうですね。これも初球打ち、ここは打ち上げています。変化球に泳がされて取りました、アウト。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げ、これから5回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。西さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。いや、本当にね、理想的に打線がつながってますね。そうですよね。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、15対1。ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、バッターボックス真由美、タイガースホームランで得点を挙げています。これも初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、レフトセンター見送った、ソロホームランが
出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打順は3番バース。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね、。ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。さあ初球は何か。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく下がっていく。そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りましたタイガース。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスオマリー。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。これは浅いフライ。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。打席には6番バッター和田。今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。しっかり捉えた。レフト下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。いや早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。打順は7番亀山。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。当たってますよ。すさまじい集中力を見せています。タイガース内野を抜けていきます。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁です。打席には8番バッター日戸。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。この球は落としましたが決まりません。ランナースタート。ヒットエンドラン。切れました。ファールボールです。ファーストランナースタート。空振り三振。タッチアウト。盗塁失敗。三振を奪った後素晴らしい送球が来ました。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の裏この回の先頭バッター八木2球目しっかりと捉えました。タイガース一振りで同点とします。3回の裏得点圏にランナーを置いて1番松永2球目を捉えました。タイガース一振りで勝ち越し。続く攻撃ワンアウト二塁の場面迎えるは3番バース。勝負に来たところを捉えました。タイガース2点を追加します。さらに続きます。ワンアウトで二塁にランナーを置いて5番バッターオマリー2球目しっかりと捉えました。タイガース2点を追加します。先発の桑田打席に入ります。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。これはセカンド山田掴んでワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター松永。まあ前の打席はストレートを打たれましたからここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。バッテリーとしては打ちました。伸びていく外野大きな打球になった。右中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ランナー三塁一塁となりました。初球打ち。ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。
打順は4番八木。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく引っ張った。この当たりはどうか。レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、西さん、これは余裕の試合展開になってきてますね。いやー、本当ですね。まあ野手陣はもう今日みたいな試合は楽しくてしょうがないですよ。そうですよね、はい、確かにそんな雰囲気が漂っています。ノーボールツーストライク、打ち上げた。ここはフライになっています。山田取って、これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。初球は何で来るか。打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトオーバーのヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー3塁2塁です。バッターボックスには7番亀山。今日はここまで4安打を記録しています。いやー、ここまではできすぎですね。すさまじい集中力を見せています。ヒットでランナーは3塁2塁に変わっています。釣り球、しかし誘いには乗りません。外の低め見極めます。これで3ボール。打った、センターに強い打球。センター下がっていく、下がっていく、センター深いところ破っていきました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、センターオーバーのタイムリーヒット。タイ打順は8番日戸。打ちました、大きな打球になった。伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバー、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。さあ打席には先発の桑田入っています。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目打ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっ、打順はトップに帰って松永。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。今日は先発全員にヒットが出ています。いや、打ちました、痛烈な打球、下がっていく、ライトポール際、判定はファウル。これが2球目、決まった、低めいっぱい、すぐに追い込みました。打った、ライトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、ライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。スワローズ今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しい。打った、左中間に大きな打球、これはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。打席には3番バッターバース。甘いコースでしたが見送っています。外バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割2分9厘となっています。いや、素晴らしい数字ですね。さすがクリーンアップを任される選手。打ちました、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックスは4番八木。まず打ちをついてきました。155キロです。真ん中へ、3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。レフトが取りました。バッターは5番オマリー。先ほどの打席は内野安打でした。タイガース、この回は打者一巡の猛攻となっています。
さあ2球目は何か。引っ張った、畠山セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻。